今日はアイアンクラッド。それでもデッキは回る。右のルートは休憩4階。店もあるしスーパーエリートも通る。バランスの取れたなかなか良いルートだ。カード入手で確実な戦力アップ。この中で一番安定するのは、付け流しだろう。ブロック78は2層でも通用する。ドローもついてまさに汎用カードの鏡。序盤のダメージ減になるアタックが欲しい。ほとんど使ったことがない非道の刃を選択。強いカードに化ける可能性も高く、ダメージ目的ならそこそこ仕事をしそうだ。ここでもあまり使わない霊魂切断を選択。2コスト16点はダメージだけでも合格点。廃棄もついていていろんなデッキのパーツになる。いわゆる街の広いカードだ。ただし2コストはちょっと重くて、焼きたくないスキルを使って捨て札に逃がす、という動きがやりにくい。廃棄にブロックもつくセカンドウィンドに比べて、かなり使い勝手の悪いカードだ。ここは少し迷った。3枚目のアタックとしては汎用性の高い。コンネルの方が使いやすいが、昇進の殲滅力はそれを上回る強さだ。弱体が前提のドロップキックは、あまり仕事をしないだろう。エターナルフェザーが拾えたので、休憩をアップグレードにどんどん回せる。昇進を強化してさらに火力アップ。アタックというよりドローカードとしてコンメル。序盤のアップグレードは、コスト減より数値アップの方が有利だろう。コンメルを2ドローに強化。ここで火時計が出るのか。コンメルもあるし無限コンボが最善手だな。神がデッキを回せと言っている。削除イベントに期待してハテナヘ。火力は十分相性が良いので楽勝。バックパックで開幕の手札が増える。無限ループを組むなら勝手でも手に入れたい。火力はもう十分防御カードもいらない。アタックはいらない。改めてデッキを確認するともうパーツは揃っていた。コンメルプラスと受け流し霊魂切断でデッキ圧縮。あとは不要カードを削除するだけだ。攻撃力は足りているので受け流しを強化。1コスト11ブロックは改めて強いと思う。削除イベントを踏む順調だ。どれもあまり変わらないが、0コストにして開幕を動きやすくする。良いカードに変化した。霊魂切断を打つか考える。防御を廃棄して圧縮する方が、強いカードを引きやすくなる。うまく受け流しが引ければ問題ないが、そうでなければダメージは素通しだ。早すぎると HP が持たない。まだちょっと早すぎるかも。これで血には血をガレーコストになった。ちょうど防御が3枚まとめて焼ける。良いタイミングだ。
物はベストカード、無限コンボには大抵必要になる。圧縮を考えるとパンドラがベストだが、今は防御4枚が確実に焼ける状態、いらないアタックに変化すると、逆に手が遅れるかもしれない。そういう意味ではドリッパーでも悪くない。フェザーがあるので融合ハンマーは損だ。休憩でやることがなくなる。ここは変化に期待してパンドラ、圧縮が進む確率の方が高いだろう。消せないアタックは3枚なので、枚数的には変わりなしだが、見張りとバトルトランスは大当たりだ。改めて数えると手札に残るカードは8枚、ループできそうな枚数だが、供物で山札を引ききれないので、実際に回すにはもう少し削除が必要だろう。カード削除が最優先承認の位置を確認、イベントを踏めるとさらにいい、逆にエリートと戦う必要はない、カードもレリックも別にいらない。アタックはいらない。受け流しでループできるので激怒もいらない。いらないカードから削除していく。なぎ払いとブーメランかな。弱体の入る強打はまだ必要だ。0コストの怒りはまだ使える。他に必要なものはない。削除費用を残しておく。アタックはいらない。強化が必要なのはドローカード。供物からアップグレードする。うまくカード削除が進めば最終的にバトルトランスは不要になる。本はいらない。休憩より見せ。なぎ払いを削除。デッキは13枚になった。供物をドローにアップグレードしたのでそろそろループが実現しそうだ。次の削除は125ゴールド。エリートは踏まないので休憩はあと2回。休憩よりイベント優先だがどのルートも最大2回だ。強化したいカードも特にない。スキル2枚のアップグレードか、バトルトランスと見張りだな。これはとってもいいだろう。強化するカードがないので鍵を取る。
久しぶりに闘技場へ来た。さてループはできるかな。カードは全部廃棄できるが、捨て札が拾えないこのターンは回らないか。いやダメージが足りそうだ。全滅できるか計算しよう。ちょっと足りなかったが上出来だ。これだけ体力があれば大丈夫だろう。霊魂切断と見張りが良い仕事をする。速攻性のないレリックが2つ、もうカードはいらないだろう。ループに持ち込めそうな気がする。供物のゴドローでカードを全部引けるが、手札がいっぱいになるので引けない。カードを2枚消せばいいのか。残念エナジーが足りない。先に霊魂切断が打てれば回った。エナジーは増えたがドローは禁止。バトルトランスは微妙にマッチしない。スキップでいいだろう。これは変化を狙うチャンスかな。消せないアタックがスキルになればラッキーだ。強打か怒りか昇進どれにしようか。怒りは確実にいらないが、ボス戦を考えると強打も昇進もまだ必要になるかもしれない。迷ったけど昇進を消そう。一枚がリミットブレイクになった。実質的に一枚の圧縮になる。やっぱりギリギリ回らない。これで次から回る技だ。よしパターン入った。回るようになったし休憩はいらない。家事も必要ないので筋力でも上げるか。1ターンで全廃棄して、2ターン目から回ることが確定した。デッキもほぼ完成だ。
ホットクリックミス、受け流しと間違えた。ひどけいループは2枚にコスト3ドローで回る。受け流しの代わりにコンメルでも可能だ。山札霊で捨て札1の時に2ドローをするとデッキが2回シャッフルされる。受け流しはブロックも詰めるので全ての敵にこのまま対応できる。弱体もソロ番もいらなくて完璧だ。ただひどけいが出にくいだけだ。デッキが膨らんだ後半に出ても起動修正は難しい。2層までに出ればループを狙えるだろうか。ひどけいのカウントも進めてからフィニッシュしたい。もうカードはいらない。エナジーレリックは別にいらないが、ないよりはあった方がいい。やることは同じなのでドームでも問題ないが、カードもいらないので王冠でも良い。ここでもカード削除を優先して店の多いルートを探す。次にイベントが多ければなお良い。あまりエリートは踏みたくないが、一体通るのは仕方ないか。受け流しがあるのでスパイカーも殴れる。いつものように最後に残すと逆に困ることになる。妖精瓶を手に入れた。そろそろポーションも良いものをキープしたい。霊魂切断しなくても回るようになった。当然カードの削除だが、レリックとポーションもチェックしておく。パワーが1枚あるので弾薬はありかもしれない。さらに変化のチャンス。強打なら何に変化しても損はないだろう。3連持ちは時間がかかる。ちょっと面倒だ。適当なところで一旦ターンをリセットする。雄たけびはあってもいいが、今回はいらない。
名が3つある右ルートを選ぶ。落下イベントは圧縮デッキにとって恐怖、必須カードを取られないように、予備のカードを持っておいたり、いらないパワーを持っておくのはありかも。鳥居も別にいらないけど、筋力アップも誤差の範囲だ。カード複製イベント、保険の意味で供物をコピーした。ドローできるポンメルのコピーでも良いかも。廃棄をなくすのは良くない。どちらも誤差の範囲だが。弱体を入れなくて良い日時計ループは、デカドヌー相手も怖くない。1ターンキルが可能だ。2戦目はタイムイーター。ここでも受け流しの防御力は最強。免疫が混ざるので廃棄しておく。
こういうことがあるので進化を入れておくか。ドロー系のポーションが欲しい。100年パズルは良い。威風堂々は良さそうに見えるが、ダメージ量は誤差の範囲だ。エリクサーの代わりにどれかポーションを買っても良さそうだ。すでに完成しているので、別に何も買わなくてもいい。とりあえずカードを1枚削除。残ったお金で100面パズルを買う。まあいいかと油断したが、ここでは記憶ポーションを買っておくべきだった。なんか気になったがそのまま進んでしまう。ここでも弱体を入れる必要がない。1ターン目からループできれば、やけどもブロックも考えなくていい。ひどけいループは万能すぎる。100年パズルは心臓の開幕で3ドローが確定。それだけでも買う価値がある。ここで思い出したが次のターンは、手札に5枚の状態異常が確定した。回避策があるような気がして考える。山札にカードを残せないだろうか。うっかりバトルトランスを使ってしまい失敗。打開できるチャンスはあったかもしれない。みんな大好きアンハッピーセット。この時のために加速ポーションや、ギャンブラーの酒記憶ポーションを、持っておくべきだった。そしてギリギリ死ぬ数値、あってよかった妖精瓶。最後に罠が待っていたが、保険があって助かった。今後は忘れないよう対策を準備したい。ここも忘れているけれど、カードが7枚残っているので、ちゃんと廃棄しておかないといけない。最後に攻略のポイントだが、日時計を早く引く以外にない。トンネルも受け流しも入手しやすいので、あとはデッキを圧縮するだけだ。セカンドウィンドなんかがあれば、多少枚数が多くてもループに持っていける。そしてポーションを忘れずに。